んですか、わかりましたみたいな、ちょっとしんどかったんで、あちょっとね、あオッケーオッケーみたいな、今大丈夫なんでしょ、あわかりました、はいはいみたいな、だけ全然、うん、大ごとに捉えてないね、うん、もうこう今後どうなるかは、うん、今の段階ではわからんし、うん、みたいな話をされて、すっごいすごい誰一人笑ってないよ、深刻な、うん、もうみんなこう神妙な面持ちで、うん、私一人がはいはいへえみたいなえじゃあうちの子はちょっと遠回りするかもしれんけど、うんうん、何でもできる子ないですかみたいな、うんうん、まあもちろん神妙な面持ちの中での説明だったけどねアンリーシュ、その頃はまだ NICU に入っとって、うんうんうん、実際の生活がスタートしてないき、うんうん、そんな能天気な考えで折れたっていうのも一つはある、うん、じゃあ実際にスタートして、で実際はい、1ヶ月して退院しました、うん、で、あの頃はあの鼻チューもしてなかったし、一応経口哺乳が可能になったのでの退院になっ飲めとったんよ、だけどでもやっぱり飲みムラがあって、うんうんうん、で面会行ってももうすっごい哺乳瓶グリ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 されながら、うんうん、もうなんか押し込まれて、うんうん、今日はなかなか飲まないですねみたいなもう阻害せねえじゃんみたいな、こっちからしたら、でもう退院したら、うん、もう私が好きな時に好きなだけチッチやるけ、うん、今日はもう絵にしてやってやみたいなっていうぐらい、でもあっちからしたらもう仕事やけんね、決まった時間にこれだけの量を入れんといけんみたいな、うん、だけどもうその時点でムラがある、で、まあ、見とってなんかは、まあ、大変ですねみたいなのでやる、でも帰ってきたら、じゃあ本当泣いたら父飲ませとけばいいかとか、まあ、泣いたら抱っこしとけばいいかだったけど、もうそれ始めたら何もできんだ。で帰ってきて、まあ、泣く分にはまあ抱っこするで、おっぱい飲ますだけど、なんかあのなんぼでもすこうチュパチュパはしとるけど結局飲めてない。でもその2月末に生まれました、3月末に退院しました、でそこから多分1週間か2週間おきにフォローに通って、でビビったるものでも増えてはいきよったんだけど、でもおっぱいだけじゃなくて哺乳瓶にミルクを足すとかするけど、やっぱそんなに飲んどる感じわからんな、でも父は吸いよる気がするけど飲んどるかなって思っとって、で最終的に6月の時点で、あの前の月と1グラムも増えてもないみたいなもしこのまま飲めんかったら、まあ、早く足りないとかもいけんとは思うんですけどっていう話が、そんまあ、もっと先の話かなと思うので、だから次行った時には飲め、ね、増えてないけん、もうこれは入れんといけんねみたいな、で経過栄養ですねってなって、で6月中旬に指導入院に入って、でそこから入れようって、今思い返してどこが一番しんどかったって言われたら、やっぱその警備になるまでの間は何か分からんけどとにかく泣いとるみたいな、夜中だろうが何だろうが、で夜も本当にもう1時間おきに起きてとか、でも飲ましても1時間でも吸っとるけど、もうそれは吸っとるだけで飲めてはない、ね、でも哺乳瓶でやっても飲まんし、まあ、でもそうなったらもう なすすべなし、どうやってもお腹に入れてあげることができんし、で抱っこしとったら泣きやむかって、で抱っこしとったら泣きやむけど下ろしたらっていうところだったら、もうほぼ寝れんね、こっちは。でそれでゴールデンウィークとかぐらいかな、5月4月1ヶ月過ごして5月、あの辺とかが本当にしんどくて、何してもとにかく泣いとるけ、鮮明に覚えとるのはなんかその時一時期旦那が夜勤しとったりさ、夜勤でおらん、まあ結局おっても次の日仕事じゃけ絶対終えれんでしょ、でやる人でもないし、でましておらんかったら頼りようもない、でももうマジで夜通しなんかずっと泣いとる、抱っこしても何しても泣いとるってなった時にもう疲れて、私はソファーに明日のジョーみたいにこうやってでポイって転がして明日のジョーみたいに座っとる、ギャーギャー泣いとる、でなんかもう
もう何しても泣く、泣きやまんし、うん、もう私は疲れたみたいなメールだけピシッて送って、で、なんか、もうあの迎えに来れるんだったら、ちょっと何時までだったら見るけみたいな、その仕事終わりにね。で、もうどうせこのまま起きとっても泣いとるだけだし、家におって抱っこしとっても泣いとるけん、じゃあ迎えに行くわって言って、会社まで迎えに行って、でそこから本当でも言うて1時間2時間ぐらいちょっと見てもらって、でも結局朝になったらさ、もう新しい一日が始まるじゃん、うん、でね、あの上の子を学校に出さにゃいけんとか、うん、ね、真ん中の子を保育園連れてかにゃいけん、そういう生活が残っとるけど、なんかもう本当に何がしんどいって一番そこが今までの中で一番しんどい時だった。いやー、しんどい、しんどいね、それ。寝れんのがもう一番しんどい。しんどい、もうメンタルも来るし、体力的にも、あそこは、メンタルは来たよ。さすがにじゃないけど、その、なんて言うんだろう、あの、落ち込むとかっていうメンタルの落ち方じゃなくて、本当にあの頃ずっと、保育園の先生とかには、お母さん大丈夫？って声かけてもらえる。で、声かけてもらったら、いやもうほんまに明日これになるんでインタビュー来たら答えてくださいねってずっと言っとったよ。そしたら先生も、うん、それ言う人絶対やんないから、いや分からんじゃん、ま、私さほんま言うけどさ、崖がここだったら今私 この辺に立ってるんよみたいな、そんなんね言いさんだよみたいななんかあのほんまにしんどくて言いよるんだけ、もっと真面目に受け取ってやんみたいな。ただでも今振り返って思えば、そういう外界との関わりがあったし、こういう性格じゃき今までやってこれたけど、上の子もおらんで、外との関わりもない、大丈夫って聞いてくれる人もおらん、もうマジで無理って言える性格でもない、だったら無理だったなって思うけど、まあ、ありがたいことに一通りの環境が整ったとったけ、言いたいことは言って、でそれを言ったところで別に先生が解決してくれるわけじゃないけど、でもやっぱ大丈夫よ、2回なしやって、ね、そこで出せるっていうところはすごい大きかったと思うし、でほんまに、いやマジでしんどくて、もうほんまにほんまに無理なんですよね、もうほんまに、もうあのね、これあの言ったら倫理的にどうかわからんけど、あの泣かんかったけって言って、あの殴ってニュースになる、こう虐待する親の気持ち分からんとは言えんですよ、私明日我が身かもしれんけ、でマジでもう一回先生、その先生には聞かれるたびに、おった発見、えずっとここにいたなんか、やれと思ってらっしゃって言ってね、みたいな、今日の夜やるかもしれない、やりましたって絶対言ってくださいね、それはもう本当に行くところ行くところ、どこでも、でその預かって、で結局、ショートステイもなければ、お預かりもないでしょ。なんでも、私は今が一番しんどいっていう時に、それがないって、まあ一応、じゃあ預かってくれる保育園がないかで、市役所に行ったりとか、保健センターに行ったりとか、もう行けるとこはいろいろ行って、でそこでもこう、ね、保健センターでは保健師の人とかに、もうすごい、思いの丈をいやマジでしんどいんですよ、今なこんなおとなしくしてますけど、もう家帰ったらマジでもうやばいし、結局一番しんどい時って、その夜とかって一番差し伸べられる手がない時じゃけ、本当に頼るところがないのもしんどい、親に頼れるわけでもないし、あの稼ぎ頭には寝てもらわんといけんし、そこが一番しんどいです。でも朝は来るでしょ、でも昼間も一緒でしょみたいな私いつ寝たらいいのみたいなので、とにかくしんどいみたいなのをいろんなところで言って、でその時の小児科の先生にも、もう会うたんびに、いやもうほんまに、もうほんまに事件になりそうです、毎晩っていうのはもう切実に伝えて、でもまあその先生がもうレスパで考えた方がいいよって、いや考えてるけどないんだよみたいな、まあその頃はね、その泊まり同行じゃなくて日中ちょっとでも預けて離れられる時間を取った方がいいよっていうので、
あの相談員さんとつながっての、うん、が動き出した。最近ふーちゃん昼寝け、やっぱその分夜は寝る。でもふーちゃん眠剤とか全然なしで寝るでしょ。でもデパケンで最初、ね、寝出しは手伝ってもらったの。デパケン夜何本入れるの？ね、6。あ、朝も6なんで、朝は入れて15分寝る。いいな、ね、寝入りを手伝ってもらえたらやっぱ寝れるよね。その後もう寝入ったら、うん、いやいやいや、デパケンなくなったら多分夜うちデパケン夜今 3.5 で、うん、でやっぱ風呂入れる前に夜の薬とまとめてそれを入れて風呂上がりにちょっと1時間とか寝る。でもやっぱ1時間とか、あ、それさ時間とかしたらうち寝る時間に変えるってこと。そう、8時半にうちデパケンとか薬入れて、その後すぐ注入するんよ、最終のラコールに入る、うん、そしたらもうすぐ絶対上がる、9時前に。うん、トントンとかせずに勝手に寝る。あ、クラックしたら横、でも横におらんといけない、気配がないと。それだけ TikTok とか、うん、いや見ない。あれじゃない、匂いがするやつ置いとったらいいとか。あ、赤ちゃんと脱ぎで、ね、まあ、抱き枕に着せといてください。そういうのでも寝るかもしれない、ね。いや確かに薬の時間はでも逆にそのそこでちょっと寝てくれるけご飯ができるとか、うん、あ、まあ、あるんだよね。そう、あの辺どう使うかや、ね、そうで、もう言ったらうちはもう寝るのはどうせまた薬入れるしと思って、その時間で1時間とか寝られても、うんうん、その後は響かんのだけど、でも逆に言えば確かにそこで寝とるけ、うん、寝入り1時間で起きるとかがあるんじゃないって言われれば、そうですねって感じ。大人でもさ10分ちょっと寝たら結構すっきりする。違う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 、で後が寝れんくなったりするからさ、その辺から寝るんじゃない。いや夜中きついもんだって。うん、しんどい、もう起きたくない、ね、もうなんかあのもう伸びませんっていうぐらい大の字で、うん、寝たい、うん、何も考えずに。イエーイ。今日はいっぱいお話ししました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうね、また遊ぼうね。よろしくね。よろしくね。グーグルマジック消しゴムです。